日本共産党の塩川哲也です。今日は日の入り前に終わりそうですから結構な話なんです。今日は最初にこの間取り上げてまいりました、2月で の大雪被害対策について、現時点での新たな要求要望も被災者、被災自治体からも出されておりますので、その内容についてまずお尋ねしたいと思っております。農水省においでいただいていると思うんですが、最初にこの農業被害額の実態がどういうふうに把握されているのかということなんですけれども、そのまずこの2月の大雪による農業被害の状況、被害額がどうなっているのかについて簡単に説明してもらえますか。農林水産省高橋大臣官房参事官。お答えいたします。3月7日現在の都道府県からの報告でございます。恐れます。農と林と水がございますが、被害総額にして1293億円で、そのうち、農作物等の、例えば損傷の被害、あるいはビニールハウスの損壊といった今回の一番大きな被害ですね、こちらの金額が1179億円となっておりまして、件数で申し上げるとビニールハウスの損傷が2万5287件となっております。塩川哲也君。最初の総額のところは1229億円ですね。はい、そういう金額で出て、施設については1179億円というので大変大きな金額になっているわけですけれども、こういった農業施設の被害金額の集計方法については、農水省はどのような基準で行っているのかについてご説明いただけますか。農林水産省高橋大臣官房参事官。お答えいたします。農林水産省ではこの自然災害による農業関係の被害額については、農林水産業被害報告取りまとめ要領という通達に基づいて把握をすることといたしております。で、具体的には今お尋ねのその農業用ハウス等の被害額ですが、都道府県に対してはその再取得価格または復旧額で被害額を算定した上で、地方農政局を通じて当省に報告をしていただくということにしております。したがいまして、今回も減価した原油価格ではなくてですね、再取得価格または復旧額により算定して報告していただくよう都道府県に対して改めて通知をしたところでございまして、引き続きこの考え方に基づいて的確に報告がなされるように都道府県に要請していきたいと考えております。塩川君。減価した原油価格ではなくて、全損の場合であれば再取得の、再取得価格であり、一部損壊の場合であれば復旧額ということになるわけであります。改めて通知をしたということですけれども、2月の26日で、この冬の豪雪による農業関係被害の報告についてという通知を地方農政局等に発出をし、県市町村を通じて被害額の把握を3月5日までに行うとしております。で、じゃあ実際先ほどお答えいただいた施設についての1179億円というその額というのは、この農業用ハウスなどの施設の被害額については再取得価格に揃えて把握をしている数字ということでよろしいんでしょうか。農林水産省高橋大臣官房参事官。現在34都道府県から、報告を受けております。で、そのうちですね、7つの、県、からは、この施設の被害について、まだ原油価格での報告となっております。で、それ以外の、県については農林水産省として報告を受けているものは、再取得価格、ないしは復旧額となっておりますので、
まだそういう形になっていない県については引き続き、再計算をして報告していただくようにですね、引き続き要請をしてまいります。塩川君、それぞれの事情があるんでしょうけれども、この減価した原油価格で算定しているこの7つの県というのはどこか教えてもらえますか。農林水産省高橋参事官。各県からの報告については、その県が、自ら、公表している場合はですね、農林水産省としても、その県ごとのデータについて公表できるということになっておりますけれども、今申し上げた件については、必ずしもその県自体として被害額の公表をまだされてない件もございまして、それについてちょっと各県の事前了解というのも取っておりませんので、ちょっと今7つと申し上げた県の個別の県の名前はできましたら控えさせていただければと思います。なお、ただそれも改めて再取得額ないし復旧額での再報告というのは、先ほど申し上げましたようにきちんと要請してまいる考えでございます。塩川君、例えば埼玉県の場合ですと、これは県議会の執行部の答弁ですけれども、県の農業災害対策特別措置条例に基づき市町村から出てきたものを積み上げたのが229億円と今発表している公表している数字であるわけですけれども、この根拠とする条例というのは減価償却に基づく把握の仕方になっているわけですね。ですから、実際それが今の段階での埼玉県の公表の数字ですから、農水省が把握をしている再取得価格に基づいていないということの、7つの県の一つに当たるんだろうと思っているわけです。でこの点では例えば私秩父市にお尋ねしましたら、農業用ハウスの被害額についてどうですかということについては、県の方から紹介のあった減価した原油価格で、算定すると8247万円と。で一方再取得価格で、やると、それはですからもう一回作り直すということが前提になるわけですから、当然額も増えて2億4500万円ということで、3倍の開きになってくるわけです。当然農水省とすれば農業用ハウスの再建の補助ということで5割まで引き上げ、この後お尋ねしますけれども、自治体にも積極的に協力も求めるという形で、被災農家の負担を軽減するという措置をしているわけですが、その際に、やはり補助の額が目安とするというのは、やっぱり再建をする経費に当たるわけですから、そういった点でも再取得価格に基づく被害額の把握というのが重要だろうと思っております。でそういう点でも、この実態を反映した被害額を把握をして、それに見合った予算措置をしっかり確保すると、このことが求められているわけですけれども、引き続きしっかりとした把握に努めるということと同時に、それに伴う予算措置をしっかり行うということについて、答弁いただけるでしょうか。農林水産省、高橋参事官。まず被害額の、再報告ですね、こちらについては先ほど申し上げておりますようにしっかりと、求めてまいりたいと考えております。それから予算額の確保につきましても実際対策の発動をまず速やかにということで、要望調査などはこれからとなりますが、そちらを積み上げた上で必要な、事業が円滑に執行されるように取り組んでまいりたいと思っております。塩川哲也君。次に農業用ハウス再建補助について、経営体育成支援事業でかさ上げや、さらに撤去などについての新たな支援策も設けたところですが、この再建補助について、3割を5割に引き上げたということであります。で農水省のこの支援策の通知の文書には、地方公共団体の補助が10分の4となった場合には、農業者の負担は10分の1となると記載をしております。この間国の支援策の拡充を踏まえて自治体が補助のかさ上げを行った、こういう事例があれば紹介していただけますか。
農林水産省高橋参事官。答えいたします。ご指摘のとおり、ハウスの再建につきましては、国の補助率を当初10分の3としていたものを2分の1とし、残りの部分に対する地方公共団体の補助について、その7割について特別交付税措置を講ずるという形を取っております。現在都道府県および市町村それぞれの補助割合については各地方公共団体で検討中と認識しておりますが、現在確認をされている、私どもで確認をできている地方公共団体での負担割合として、一つは栃木県では市町村が10分の1以上補助する場合、県が10分の2を補助、それから群馬県においては県が 27% 補助し、市町村に対しては 13% を補助するよう依頼、それから埼玉県、山梨県、長野県、この3県については県と市町村の合計額が10分の4の範囲内で、それで市町村と県が同額を補助という方針というふうに承知をしております。塩川哲也君。ハウスの被害などが出ている茨城県や千葉県の状況というのは気になっているでしょうか。高橋参事官。千葉県、茨城県とも聞き取ったところ、検討中という回答でございます。塩川哲也君。支援策がなかなか固まらないと、被災農家の方がこう前に踏み出すという意欲につながらないということもありますので、そういう点でもぜひ関係の自治体との連絡等々、しかるべく対応をお願いしたいと思っております。何よりも地域が面的に大きな被害を受けている今回の災害ですから、地域の農業従事者の営農再建につながるような支援策となるように、自治体との連携した取り組みを改めて求めるものであります。そこで現状その再建をしようと思った場合でも資材不足という現状がありまして、なかなか調達ができない、これは農水省としても、あるいは経産省を通じてもメーカーの方に増産等々の要請もしているということですけれども、4月を前にしての駆け込み需要も消費税増税との対応もありましてね、なかなかすぐの調達が間に合わないと。でかなり実際再建するとしても、かかるんじゃないのかという声というのが被災農家の方から上がっているわけであります。でそういったときにやはりその支援のメニューの期限が当然単年度で行われますんでね、今年度で届かない場合当然来年度にも、予算措置もあるわけですけれども、来年の中に本当に終わるんだろうかという不安というのが農家の方にもあるわけです。でそういったときに、その、要するに農家、被災農家の人が希望する限りは、場合によってはその来年度中でなくても執行するような、そういうことも当然考えられることだと思います。一刻も早く資材の調達、それが大前提でありますけれども、しかし、被災農家の都合ではない、都合によらない、条件で、再建に至らないような場合についてのしかるべき対応というのを考えていただきたいと思うんですが、この点はいかがでしょうか。農林水産省高橋大臣官房参事官。答えいたします。今回の対策は豪雪により山地が壊滅的な被害を受けているという状況に鑑みまして、早急に山地の復旧を図る観点から特例的な措置を集中的に講じていこうという考えでございます。このため農業ハウスなどの被災施設の再建を支援するこの事業におきましても、平成25年度および26年度予算を活用して復旧が速やかに行われるよう支援していく必要があると考えております。このように平成26年度末までに行うのが基本と考えておりますが、これで対応できないことがあればそこは事情をよく伺った上で検討してまいりたいと考えております。塩川君。当然財政上その繰り越しということも可能ですから、そういった措置も含めて被災農家が希望する限りはしっかりと手当てをするということでよろしいですね。高橋参事官。
27年度以降の対策予算について、まあ、現時点でなかなか確たることを申し上げがたいわけですが、今申し上げましたように26年度末ということで対応できないという事情があれば、そこはしっかりお伺いをした上で検討していきたいと考えております。塩川哲也君。営農を続けようという農業者の方に見通しを示すということが必要ですんでね、当面ハウスが建たなくても露地栽培だけでもまずやろうかという気持ちもあるわけですから、そういった気持ちをしっかり汲み取った支援策につながるように見通しが見えるような策をきちっと示すということを重ねて求めておくものであります。それから経営体育成支援事業で、こういう倒壊したハウスなど の撤去の費用を見ているわけですけれども、この、撤去の方は定額補助になっているわけですけれどもね、その実際にそのハウスでそのボイラーで、重油などを燃油を焚いて、暖を取るという形を取っている。でそのボイラーも潰れて、で重油などの燃油が漏れて、で土壌を汚染をすると、こういう事例というのも現に生まれているわけです。でそうなれば当然その汚染した土壌を除去し、そこのところにまた改めて埋め直すような、こういうことも必要なになってくるわけですけれども、その撤去の定額補助では当然そこはもう対応できないということにもなるわけですけれども、このようなこの土壌が汚染した場合について、施設撤去にかかる現行の定額補助では不十分だと考えるんですが、この点についてはどのように措置する考えなのかお聞かせください。農林水産省小林農村振興局次長。お答えいたします。今委員の方からご指摘がございましたように、今回の豪雪によりまして農業用ハウスが倒壊しまして、ボイラー用の燃料配管あるいはガラスをハウスを覆いますガラスの損壊する例が見られたところでございます。この結果耕作土に重油が流れ出したり、あるいは細かなガラス片が耕作土に混入するなどの被害が発生し、現在までに埼玉県それから群馬県におきまして合計10カ所、合わせまして約 0.6 ヘクタールの被害が報告されておるところでございます。こういった重油等の耕作土への混入によりまして営農に支障が生ずるケースも考えられますが、この場合におきましては人力での除去が困難で土木的な対応が必要となって、また1カ所あたりの復旧費用が40万円と以上となると、こういった場合には国庫補助の農地災害復旧事業の対象とすることが可能となっておるところでございます。なお農林水産省といたしましては、すでに埼玉県の深谷市でありますとか、あるいは寄居町でありますとかには関東農政局の担当官を派遣し、被災状況等を調査するとともに、この事業につきまして説明を行っているところでございます。以上でございます。塩川哲也君。でその場合に実際にその対象となるようなその、事業の場合にその農業者の方の負担がどのようになるのか、その辺はどうですか。小林農村振興局次長。先ほど申し上げました農地災害復旧事業の補助率でございますが、基本は 50% というような形になっておりますけれども、農家1戸当たりの復旧事業費が一定以上になる場合には段階的に補助率が増高されるというような仕組みになっております。もっと具体的に申し上げますと、農家1戸当たりの復旧事業費が8万円未満の場合には当該分について1/2、それからそれを超えまして8万円から15万円になった場合には当該分について 80%、 さらには15万円以上となった場合には 90% というような補助率が規定されておりまして、これを合計して出したものが総合としての補助率になるわけでございます。以上でございます。塩川哲也君。そういう点で40万円以上という金額ベースの要件もありますし、その適用が可能となった場合でも農業者の負担も発生するということは当然あるわけです。効率の補助ということもおっしゃるのかもしれませんが、一方で新たに措置をした
この経営体育成支援事業の撤去については、国と地方自治体が折半をして、自治体については特別交付税措置も行うということであります。そういう点では、この定額、その撤去についてのこの新たな措置をさらにこう深掘りするような形で、こういった土壌汚染などについても農家の負担をなくす、さらに軽減をする要件についてもさらに適用が可能にする、小さい規模でもしっかり対応できるようにする、そういうことが求められるんじゃないかと思うんですが、その方向で具体化する考えはありませんか。小林農村振興局次長。お答えいたします。先ほど申し上げましたように農地災害復旧事業にかかる負担割合は段階的に決まると、階段的に決まると申し上げたところでございますが、これを総合いたしますと、全国平均で申し上げますと8割以上が国の補助になっておるというような形になっております。それからさらにはこれから現場において考えていただく、あるいは県市町村において考えていただくということになりますけれども、国庫補助団に市町村がまた上乗せするというようなケースも全国の例で見ますとございます。以上でございます。塩川君。ぜひ現場で自治体との連携も含めて被災農業者への支援につながるような施策ということで、さらなる取り組みをお願いしたいと思います。次に国土交通省に除雪経費の補助についてお尋ねします。前回質問しましたように、山梨や埼玉や群馬、栃木などの自治体では観測史上最高の積雪を記録して、多額の除雪経費が発生をしております。現行では支援スキームがないというのが前回の答弁でしたけれども、その後の対応についてお答えいただけますか。国土交通省谷脇道路局次長。除雪費の支援の検討についてでございますけれども、いわゆる折半法に基づきまして、社会資本整備総合交付金による除雪費の支援につきましては、積雪地域の道路が対象となってございます。一方で、全国的な豪雪の都市で、地方財政措置だけでは間に合わないような場合には、国土交通省におきまして、幹線市町村道の除雪費について、積雪地域であるかどうかということにかかわらず臨時特例措置を講じてきたというところでございます。で、今般の大雪でございますけれども、全国的な豪雪とは言えませんけれども、普段雪の降らない地域における大雪というこういう特徴がございました。こういう特徴を踏まえまして、3月の5日から除雪状況でございますとか除雪費の執行状況などを把握する調査を開始したところでございます。今後調査の結果を踏まえまして臨時特例措置について検討してまいります。なお今回の調査につきましては、市町村道のみならず都道府県の管理道路も対象としてございまして、今後調査の結果を踏まえて措置を検討したいというふうに思っております。塩川哲也君。確認ですけれども、全国的な大雪、平年を上回るような大雪の時に市町村道の除雪費補助を適用してきたわけですけれども、今回の局所的な大雪ではあるけれども、この市町村道の除雪費補助を適用するという考えなのかということと、調査の対象に入れているといいますけれども、都道府県道についても同様に補助の対象として考えているのかということについて再度お答えいただけますか。谷脇道路局次長。はい、3月の5日からですね、調査を開始したということでございまして、この臨時特例措置について、どうするのかという部分につきましてですね、この調査の結果を踏まえましてですね、臨時特例措置について検討をさせていただきたいというふうに思っております。塩川哲也君。都道府県道を含めて調査をするということであれば、当然のことながら県道に対しての除雪費補助にもつなげていくということでは、さらに一歩前に出るような対応をお願いしたいということであります。大臣にお尋ねします。今のように自治体のさまざまな大雪に伴うような費用が発生をしているところであります。そういったことについて一連の支援策、特別交付税措置を行うということなども含まれております。
一方で大雪被害の自治体ではまさに年度末のこういう被害ということもあって今年度発生したような経費について今年度の特別交付税で十分措置されないのではないのかという声なんかも上がっているわけですがこういうことについては当然翌年度を含めてしっかりと特別交付税で措置をするということが求められていると思うんですがその点についてぜひお答えいただけますか。新藤総務大臣。まず塩川議員のご質問にお答えする前に馬場議員にはですねこの総務省の方の対応が十分でなかったということであります。私も今の議員が質問に立つまでそういう事態を把握しておりませんでしたからよく実態を把握して行き違いがあったようでございますしまた今後こういうことのないようにですねしっかりと対応させたいと思いますがまずはお詫びを申し上げたいとこのように思います。後ほど担当課長からきちんと説明させに参りますのでどうぞいろいろとおかしなことを何が疑義があることを正していただきたいとこのように思っております。その上でですね塩川議員に対しましては今ご案内のように今回この最終的にどの程度の事業費が必要になるのかそれは今後の各地方団体が把握して明らかになるものと考えております。実際に国税においてはやはり最後まで精査する段階で多少の変更が出てくる場合もございます。従いまして、このこれらの地方団体の財政事業にきちんと対応していくために全体の事業費が確定し実際に財政需要が生じる平成26年度分の特別交付税でこれしっかり措置をしてまいりたいと思います。またこれ以外のことに事態につきましてはこれは関係省庁との連絡を取りながらしかし今回私たちは今回新しいですねタイプの、今まで経験したことのない災害でありました。これについてはしっかりと対応していこうとこれは内閣として全員の合意をしておるところでございます。塩川哲也君。しっかりとした対応をお願いするものです。残りの時間で、本日過疎法の改正案が委員長提案で可決をされました。私どもも賛成であります。で全国過疎地域自立促進連盟過疎連盟の過疎債の対象事業拡大の要望についてもそのほとんどについて積極的に追加するという中身になりました。ただ廃校舎等の公共施設の解体撤去は追加となっておりません。公共施設の除却については、過疎債のソフト事業が使えるとか、新たに地方債の特例措置を設けるとかということがありますけれども、過疎債のハード事業で活用できるようにすることが、過疎団体の要望だったことは、明記をしておくべきことだと考えております。でそこで質問は関連して、返地法、返地債についてお尋ねをいたします。総務省の方にお聞きしますが、この返地数のこの間の推移及びそのうちの計画を有する返地の推移がどうなっているのかについて2000年度末2012年度末の数の比較をご紹介いただきたいのと実際減少しているわけですけれどもその減少の理由が何なのかについても一言触れていただけますか。佐藤自治財政局長。返地数の返地の数の推移でございますが、平成12年度末では7534箇所ありました。これが平成24年度末には6392箇所となっております。このうち返地総合整備計画を策定しているところは、平成12年度末では4793箇所、平成24年度末には2420箇所となっております。それから返地の数は減少傾向にありますが、毎年増減があります。でこのうち減少している要因として考えられますのは、返地対策が功を奏して、交通条件の改善ですとか、公共施設の整備がなされたということによって、返品の程度が軽くなったということで、要件を満たさなくなったということもあります。それから返地の要件として面積当該地域の中心部を含む面積5平方キロに人口50人以上いるという要件もございますが、人口の減少によってこれを満たさなくなったということも考えられます。塩川哲也君。最後に大臣にお尋ねしますけれども、今言ったように、公共施設の整備や交通条件の改善、こういう面も当然あります。で同時にやはり50人要件を切っているというところがある。私も今回の大雪被害で秩父市に来まして旧吉田町などではやっぱり50人切って返地債の対象外になったそういう場所なんかもあったということをもう改めてお聞きしてまいりました。
そういう点では全国的に見てもこのような要件で達していないところも生じているのも当然でありますのでね、この50人要件の見直しについて大臣としてどのようにお考えなのか一言伺って終わりたいと思います。新藤総務大臣。まずこの返知でございますが、昭和30年代を考えるとですね、相当数の住民が石油ランプを用い天水を飲み、医者の手当てすら満足に受けられない状況と、まあ、こういう地域が昭和30年代にはあって、まあ、そういったところに対する対策として始まったものだということであります。そして今少しずつですが、解消している場合もあると、それから要件が合わなくなってきたと、こういう状況があるわけであります。で、私とすればですね、この返地の人口要件については、これ施設整備には一定の受益人口が必要であると、まあ、こういうことで設定されているというのがこの制度の根拠であります。したがって、まあ、そういう投資効果の観点から現在の人口要件の基準を緩和すること、これは翌々の研究が必要であろうと、このように考えます。ちなみに過疎債はこれは議員立法でやっていただいております。そして返地債については、これは財政上の特別措置法がございまして確保であります。ですから、まあ、そもそもの制度の成り立ちを考えながらですね、まあ、委員の今のご指摘も踏まえて考えてまいりたいと、このように思っております。塩川君。国土保全の積極的な役割も果たしているような返地でもありますのでね、この点についてはまだ引き続き議論していきたいと思っています。終わります。